いつき。はい。お疲れ様です。あれ、キリアさんといつきくんも舞子さんに呼ばれてたの？みんな揃ってるみたいね。今日はね、なんとちょっと重大発表なんだろう。ドキ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 。翼ちゃん、声に出てるわよ。でも翼ちゃんがドキドキするのもわかります。この間のキリア可愛かったわね。あの番組を見ていて、私今のキリアなら何かすごいことができるんじゃないかって、そこで私はひらめきました。何をですか？キリアと翼ちゃんでボーカルデュオを結成することになりました。そんなことだと思ったわ。楽曲の方はもう用意してあるわ。キリアに眠っていた可愛い一面を遺憾なく発揮できる曲。大丈夫？翼、この子なんてこの立ったまま気を失っているわ。落ち着いた？はい、すみません。この曲をマスターするには、かっこよさと可愛さ両方を持っていないといけない。でも私、可愛い振る舞いというのがどういうものなのか、可愛く振る舞おうとすればするほどドツボにはまって、可愛いものが好きだからって可愛いパフォーマンスができるわけじゃないのね。やっぱり私。キリアさんならできます。キリアさん、一緒に特訓しましょう。私だっています。私もキリアさんの力になりたいです。キリアさん、キリアさんは私と手をやりたくない。私はやりたいです。キリアさん、私は今回のこのデュオをものにしたい。あの可愛くてクールな衣装だって着たいし。だったら一緒に頑張りましょう。ねえ翼、お願いがあるの。あなたの可愛さは私に学ばせて。そんなことない。だって翼、可愛いから。わかりました。ショーン・折部翼18歳、全力でお手伝いさせていただきます。だったらいい特訓相手がいるわ。あなたいつから？愛する樹のためなら私、地獄に落ちても構わないわ。もう下りからかしら。愛するってキリアさんが？それは困る。じゃなくて樹くんずるい。あれどっちだろう。ちょっと。最終調整に手間がかかっているから。最終調整？ここでいいのね、サーリャ。そうね。どんなレッスンなんでしょう。嫌な予感しかしないわ。でも先に行くしかないわね。はい。土くれから作って右のが素地で左。なんでこらおめえ勝負するかサジ。俺はマジだ。ほら間違えんじゃねえぞ。サーリャすごいわね。こんなものまで作ってしまうなんて。この子たちは戦いの中でキリアが翼の可愛さを学び、実践しないと倒せないようにできているわ。さあ、2人ともキリ。制御がおかしい。ほらてめえ、巻き割りすんぞ。リンゴを渡すぞ。ほらサーリャ、なんだか穏やかじゃないんだけど、どういうことかしら。テヘペロ、もうサーリャったら。ちなみにこの子たちとっても強いから油断しないで。まったく上等よ。新曲絶対完成させるんだから行くわよ翼。あなたの可愛さしっかり学ばせてもらうわ。はいキリアさん。行くわよサーリャ。ほらマジてめえ主人じゃねえぞ。サジ、てめえ、いつけ、必ず奴らを止めるぞ。了解。ありがとう。こら、やったね。ちょっといい。はい。この戦い、絶対負けられないよ。やるわよ。この戦いで学んでみせる。キリアと一緒に頑張って。やったわね。行くわよ。なんてかわいいんだ。とう。どうですかキリエさん、何かつかめましたか？うん、あなたのおかげで私、かわいさっていうのがただ必死にがむしゃらにだけど、これを私がやったところでそれは模倣に過ぎない。だから私は翼から学んだものを使って新しい私だけのスタイルをかっこよくてかわいい、それが新しいキリア、新しいスタイルよ。キリアさんの輝き、きれい。やりましたねキリアさん。ありがとう2人とも。さあ戻ってレッスンの続きをし。やれやれ、手間のかかるマスターだこと。あなたは反省しなさい。これでいいかな。それじゃあユニッレディアントユニティ。私に完成の2文字はないわ。ねえキリア、私この世界の人間は気楽なものだと思ってた。芸能だって正直遊びにしか見えなかった。でも違った。あなたを見ていて表現することも、命を自己の存在を落とした戦いだということを。そしてあなたはその戦いの末に新しい自己を勝ち取った。サーリャ、あなたがいたから私変わることができた。あなたは最高の相棒。最高の相棒。何でもないわ、ちょっと高ぶっただけ。とにかく感謝してる、これまでのこと全部。いつきにもでしょう。それとも彼にはそれ以上の感情を抱いているのかしら。何言ってるのよ、別にそんなんじゃない。こっちの戦いはまだ全然ダメね。いいわ、後で私が持つすべての秘策を授けてあげる。私の相棒が他の女に遅れを取るなんて私が許さないんだからバカ。Me, もっとキリアさん、惜しかった。すっごい楽しかった。はい、キリア、翼ちゃん、お疲れのところ悪いけどちょっといいかしら。キリアさん、私がここまでやれたのは樹がずっと支えてくれたから。だからありがとう。何？いいと思います。キリアさんの新しいスタイル。当たり前でしょ。